今日はこの2つ使います。チリコンカンね、これは普通にご飯にかけるんですが、こちらペペロンチーノ、普通パスタなんですけど、これでご飯をねチャーハンみたいにしようかなと思うんですよね。ペペロンチーノライスにチリコンカンみたいな感じでいこうかなと思います。はい、できました。これはチリコンカンを使ってペペロンチーノライスと一緒にこんな感じでねやってみました。なんかちょっとなんていうんですかね、メキシカンなんかまあそんな感じですかね。あとこれはまたサラダです。これはなんだ、セロリかな、セロリだな、セロリと、ね、ケールのサラダですね。じゃあこれをいってみようかなと思います。じゃあ今日はこの一番搾りいきます。なんか今日外マンションの樹木伐採やってるんですよね。だからちょっと窓閉めて暑いですけどね。サラダいきます。セロリか、うん、うまいですけどね。セロリなんかもっとうまい使い方ありそうな気しますけどね。匂いが強い野菜ですからね。これはペペロンチーノライスとチリコンカンを混ぜたもので、まずペペロンチーノライスのところ、そこだけでちょっと行ってみたいんで、いきます。かなりスパイシーで辛いな、結構辛いですね。じゃあ混ぜていってみますよ。チリコンカン、うん、風味が増してうまっ。これ混ぜた方がうまいですよ。このペペロンチーノのライスだけで結構辛いんで、と卵をねデローンと、こう卵をね温玉崩しますよ。やっぱ温玉最強ですね。うん、まっ。エビもめちゃくちゃプリプリですよ、エビが。じゃあ最後に全部混ぜていきます。めちゃくちゃうまい。じゃあゆっくり食べます。なんか明日からね大雨になるみたいなこと言って、今日もちょっと曇ってるんですかね。ちょっと蒸しますね。この蒸し暑い感じはやっぱり雨っぽいなーって感じがしますけどね。最近晴れが多かったんですけど、金土って雨だって、大雨かな。関東は土曜日にかけて大雨の恐れって今やってるんで、まあ、そんな感じなのかなっていうところです。嫌ですよね、雨はね。やっぱこれモネちゃんまた新しいお仕事ですか。すごいですね。井上芳雄、上白石萌音、ミュージカル、ダディロングレックスって、これなんか聞いたことありますね。なんか、井上さんがずっとやってたやつかな。上演決定だそうです。もともとこれ、坂本真綾って、あの声優ですよね。がやってたんですね。2012年の、初演以来に幾度も再演を重ねてきたミュージカル、ダディロングレックスが、井上芳雄と上白石萌音のコンビで8月に上演されることが発表されたと。だからモネちゃんに今回からなるってことなんですよね。すごいですよね。ヒロインのジルシャ・アボット役は初演から演じてきたのが坂本真綾さんが出産なんですね。第一出産したため、上白石モネにバトンタッチするってことで、まあ妊娠出産のために、モネちゃんが代役になるんですかね。それともこれからずっとこれやるのかなってとこですけど、すごいですね。またミュージカルですよ。すごいですよ。知的で紳士、けれど一風変わった若き慈善家、ジャービスと、孤児でありながら、聡明な、ジルーシャとの心温まる恋の物語。脚本演出は、舞台、千と千尋の神隠し、ナイツテールなども手掛けた、またですよ、ジョン・ケアードさんです。だから結局、マナ弟子のモネちゃんをね、出すって感じ。だからジョン・ケアード探偵言えばね、モネちゃんと、井上芳雄さんですよね、大体ね。まあ、惚れ込んでるんです。まあ、惚れ込んでるとか、まあ、信頼度があるのかな。まあ、確実だろうなと。この自分の舞台を成功させるにはもう間違いないなって思ってるってことでしょうね。音楽編曲、歌詞は、ポール・ゴードン。編曲は、フラットハーク。翻訳、訳詞は、今井真央子。これはジョン・ケアードさんの奥さんでしたっけ？今井さんっていうのは。しまったかな？あ、そうそう。そういえば昨日ね、僕、モネちゃんのライブに、モネちゃんのライブに3時のヒロインが行って、どこで設定あんのかなって言ったら、いっぱい LINE 来て、
まあ大体皆さん言ってたのが、あれですよね。帰れマンデーですね。確か僕も見ました、それ。こいつずの時ぐらい、後ぐらいですかな。サンドウィッチマンと一緒になんかね、歩いたんですよね。歩いていく旅ですよね。確か、タケル君の話がした回でしたよね。イケメンってすごいんですよ。それだけでなんか肌が綺麗になるみたいなね。キスの感じはどうだったのみたいな感じで聞いたのがサンディのヒロインでしたよね。確かね。それで、あ、そっかそっかって僕はそこで思い出しました。あ、あれサンディのヒロインだったかっていうふうにね、思ったと。いっぱい、LINE 来たんでありがとうございます。あと、LINE の中でよくあるのが、グループチャットね。グループチャット興味ありますっていう、やりたいですねって言ったのがあるんで。まあ前向きにやりたいんですけど、グループチャットって僕ね、入ってるのはあるんですよ。僕が、YouTuber 仲間みたいなのが入ってるのはあったりするんですけど、実際に僕なんか作ったことがなくて、教えてくれる方がいたら、ぜひ LINE ください。あれ誰かが承認するんですよね。なんか、確か。ちょっとやり方を教えていただけたらと。やったことないんで、まあ、多分簡単にできると思うんですけど、家族の、兄弟のね、家族のやつはやってるんです。それもね、作ってるのは確かね、うちの弟だった気がするんだよな。じゃあ弟から聞こうかな。まあ、とりあえず分かってる人いたら教えてください。で、まあそれに、まあとりあえず、また戻りますけど、モネちゃんが出るってことですね。代役なのかどうなのかってこと。で、今回、出産のため出演を辞退した坂本からも、大変ご多忙の中、上白石モネさんが、自流者役をお引き受けくだされ本当に嬉しく思っています。この夏もたくさんの人の心に幸せの秘密が届きますようにとメッセージが届いている。で、これは、ダディロングレッグスは東京シアタークリエで8月24日から31日まで上演。で、その後東京シアター1010って言うんですか。ここが14日から17日。あ、全部大体3日間ぐらいずつやるんですかね。で、今度は梅田。芸術劇場を、で、19日、8月10日から20日。だから8月ですかね、大体ね。坂本真綾さんから、ダディーズロングレッグス、日本公演10年目の今年、自流者として皆様にお会いできることを楽しみにしていましたが、出産に伴い、誠に勝手ながら、出演を辞退させていただくことになりましたと。大変ご多忙な中、上白石萌音さんが、自流者役をお引き受けくださり、本当に嬉しく思っています。この夏もたくさんの人の心に幸せの秘密が届きますように、公演の大成功を心より願っております。だからまあこれもそう、だから急遽10周年で妊娠したと。で、お子さんが生まれるって時に、やっぱり責任者のジョン・ケアードさんからすると、いや、やっぱ失敗はできないよなって言った時に思い浮かんだのはモネちゃんだってことなんでしょうね。モネならなんとかしてくれるってことなんでしょう。で、モネちゃんのコメントですが、私自身このミュージカルの大ファンで再演を心待ちにしていた一人です。それがまさか出演することになるなんて本当に驚きました。素晴らしい物語、胸を打つセリフと楽曲の数々、美しい演出、覚えてしまうほど繰り返し見た世界にこちらから入っていけるなんてまさに夢のようです。坂本真綾さん、ずっと大切に演じ続けてこられた自流者が大好きです。しっかりと引き継げるよう誠心誠意、努めさせていただきますってことですね。だからこれを読んでる限り何回も繰り返し見てって覚えてしまうほどっていうから即戦力なんでしょうね。萌ちゃんはね、すごいってことだと思いますよ。どうなんですかね、次またやるとき、今度は萌ちゃんが評判良すぎると次も萌ちゃんってなったりとかしないですかねって思いますけどね。まあ、坂本真綾さんがせっかくね作り上げてきたものですけどね。ただ今回はモネちゃんがやるという話ですか。まあ、そんな感じです。